最近、ドイツの地方選挙で、ミュニックだとかフランクフルトの地域、バイエルンだとかそういうところの選挙の結果がキリスト教民主同盟、今までの大連立を組んでおった社民党も含めて大敗し、新たに台頭してきたのが緑の党であったり、ドイツのための選択肢、こういうところの票が伸びると、いわゆる新しい革新政党が伸びて既存政党が敗北するというのは、イタリア、そしてポーランド、ハンガリー、すべてにおいて今起こっている現象です。そういう流れの中でメルケルさんはさすがに優秀な人で、潔くやめますと私は言う、ね、日本の安倍総理とえらい違いだやめる、私はもう次の、キリスト教民主同盟の総裁選挙には出ません、なおかつ任期完了した後は国会議員も辞めます、かつて、UK が EU 離脱を決めた時に、キャメロンが国民投票で負けたのは私の責任だから即辞めると言ってキャメロンさんも辞めた、なんと潔い綺麗な人たちだなと私は羨ましかった。日本人としていつまでも権力にしがみついて税金を盗みまくろうとする日本の政治家とこれほど違うのかと、一日も早くそういうメルケルや、キャメロンさんのような責任の取り方は実に潔い、こういう人たちを見てですね、日本もそう早くなるべきだと、そういう人間によって政治は行うべきものだと思っております。今日はドイツの政治情勢、ドイツの社会情勢、ドイツの歴史等に日本人の中では最も詳しい、またドイツの高校も行っている、ドイツで学び、ドイツで育ち、ドイツの政治事情を一番よく知っている日本人は他ならず小野寺徹さんです。実践実学大学の教授もお願いしております。今日は小野寺教授にお話を伺います。はい、どうもよろしくお願いいたします。小野寺徹です。一番詳しいということに関してはすごくお褒めの言葉ありがとうございます。実際にこうやってカメラの前でドイツの事情をしゃべることに関しては、要するに一般的なテレビよりは全然着実な情報を皆さんに提供できると思うし、実際にドイツ語が今こうやって日本語で喋ってる風にドイツ語も普通に喋る、あとドイツの高校を卒業したっていうことは非常に大事なことで、やっぱりドイツの高校っていうのはエリート社会ですから、なかなか高校を卒業するというだけでドイツでは、あなたはエリートなんですねと、外国人関係なく、あ、高校卒業、だから自分が1969年生まれの代で高卒っていうのが 10% しかいない。え、そう？いや、国家資格ですから。大学と一緒か。大学に、だから要するに日本の場合は各大学、だからセンター試験を受かったみたいなもんですよ。なるほどね。で、それが 10% しかいないわけです。高卒は？高卒は。あ、ね、今ね、統一されてちょっと。日本の戦前の旧制高校と一緒だね。あ、多分そうだと思う。うん、だから、僕はアビトアって言うんですよね、うん、でヨーロッパでもアビトアっていうのはフランスはバカロエアルって言って12年生で取るんですよ、フランスの資格を、うん、ドイツは13年生まで、高校4年生まで、だから非常にレベルが高い教育を受けている。あのドイツ国民の中の 10% しかいないっていうこと、そう、ちなみにうちの代ではね、あ、そのジェネレーションでは、だから、なんでそういうことがあるかっていうと、
これ後でメルケルさんの話にだんだんつながっていくんですけど、うん、大事なのはドイツの場合は職人制度がまだしっかりある。あ、だから専門学校がすごいウェイトを占めてるわけですよ。専門学校みんな行っちゃうんだ。だから大卒のパン屋さんなんて存在しない、大卒の大工さんなんて存在しない。日本みたいによく大卒のラーメン屋さんっているじゃないですかそんなのは食えたもんじゃないわけですよ。ドイツではドイツではな、ラーメン屋の職人が作るラーメン屋じゃないと食べられない、ね、パンもそうだから、だからこうやって普通に日本語で喋れて、なおかつドイツの情勢、正直言ってもうずっと長い間日本に住んでますから、僕がドイツに住んでた頃は西ドイツだった、うん、で東ドイツと西ドイツと分かれてたけど、最近うちの母親がね、うん、ドイツから、ドイツ人やな、ドイツ人です、うん、で日本に移住してきて、うん、でこの間この1年間、うん、まあ UK の離脱、まあヨーロッパがこの難民問題で動いてから、うん、何か問題があるたびに僕はネットでドイツの新聞を読むわけですよ、うん、なるほど。でドイツの新聞をタブロイド紙からディサイトっていう本当に毎週一番エリートが読む新聞があるんですけど、それを全部読んで、でなおかつ分からないことは今度ネットでニュースが見れるわけですよ、うん、でそれを見て、でなおかつ分からないのは一番意見が言えるうちの母親に電話をする。なるほど。ただそれはね、一番最後に取っておきたいのは1時間かかるんですよ。ドイツ人は話が長いから長いから。お母さんはでね、今回のまあ、ドイツの場合はね、すごく昨日までの現実を歴史として捉えるんですよ。だから教科書が昨日までの歴史っていうのが教科書ですから、だからすごく今回歴史が動いたなと思いましたね。選挙でバイエルン州とヘッセン州のいわゆる、県知事選みたいなもんですよね。でそこでメルケルさんが率いるキリスト教同盟っていうのかな、民主同盟、キリスト教民主同盟と社民党、うん、連立を組んでる、いわゆるそのドイツではグローコって言ってクロースコアリチオ、大きな連立っていう言い方をするんですけど、うんうん、それが大敗した、うん、でバイエルン州はなおかつちょっとややこしいのは、あそこはキリスト教民主同盟バイエルン州版っていうのがあるんですけど、あ、なるほどね。あそこだけね、ちょっと日本ではね、ちょっと例えが難しい。まあ沖縄、まあだから昔の王国ですから、バイエルン州は、うん、ドイツの単位としてはバイエルンだけは大きいんですよ、すごく。なるほど。他はもう全部小さい。なるほど。で自覚があって、あそこで負けたのがすごく大きいですよね。なるほど。うん、で、で次のその2週間後に行われたヘッセン州は同じようにフランクフルト、うん、これはだからもう商業都市になるんですかね。商業都市だね。金融だね。金融都市、うん、商業都市だから、そこが、そこも落ちた、負けた、うん、で日本のテレビでこうやって本当にNHK もワイドショーもそうですけど、メルケル辞任というタイトルで偉そうに喋ってる教授たちは、うん、ああこれはヨーロッパの流れで右翼の台頭ですねみたいな言い方しかしないわけですよ、うん、いやいや、ちゃんと見てください。あの結果は右翼の党である、うん、ドイツの選択、うん、AfD、うんうん、が初めて州議会に入った、入った入った、バイエルンとヘス、うんうん、ところが緑の党、うん、今緑の党っていうのはドイツは存在していなくて、緑の党と90同盟っていう、要するに緑の党一つだけだと議会に入れなかったんで、東ドイツのインテリジェンスが緑の党と一緒になってる党になってるわけですよ。緑の党90連立が圧勝してるんですよ、両方とも、うん、で何がすごいかというと、今さっき言ったじゃないですか、移民問題でだいたい右傾化が進んでいる、うん、でそこの中でなんで右傾化が進んでいるかというと、その移民を排除したいという動きがある、うんうん、でだいたいどこの国も
その右傾化しか票を伸ばさず、いわゆるその移民を受け入れる側が票を伸ばしてないんです。でも緑と90連立は移民に対してはウェルカムなんです、うん、だからドイツ人はどういう選択をしたかというと、今の既存の政党、例えば日本でいう自民党、うんうん、あんたたちは政治をやってないじゃないですか、うん、立憲民主党も政治やってないじゃないですか、やってない、うん、だからあんたたちはもう選びませんと、うん、だから一方は右翼政党を、だから普通のヨーロッパの流れで右傾化する政党を取るけど、エリート集団、いわゆるその緑の党を入れた人たちっていうのはほとんど僕と同じような大学入る資格を持ってる人たちが入れていたり、中流階級、高校出てるわけや、うん、高校出てる人たちとか、その職人でも、例えば銀行員ですら職人制度に入るわけだから、向こうはそういう人たちが緑の党を選んでる、うん、あともう一つ、これうちのお母さんの受け入れなんですけど、今まで今年ね、うん、ヨーロッパで何が起きたかっていうと、すごく天気がおかしかったらしいんですよね。今ベニスがすごい水浸しだね、大洪水で、ミュンヘンも30度とか、ヘッセンもすごかったらしいんですよ。夏だね、小麦が全然育たなかったり、うんうん、もう大気候、異常気象、ね、異常気象、ドイツにも起こったからな。で、緑の党って政策にその COP21 のことをずっと掲げていて、うんうんうん、あいつらが言ってることは本当なんだなっていうことが目に見えて分かったわけです、うんうんうん、あ、だったら現実派ですから、ドイツ人はすごく、うんうん、だからじゃあ緑の党に入れようかっていう選択をした、うんうん、でね、先ほど言ったじゃないですか、僕すごく本当このテレビでぐらいしか言えないと思うんですよ、今の日本の状況がね、潔く辞めない総理大臣、そうそうそう、潔く辞めない、総務大臣、うんうん、あんなスキャンダルを抱えて、でさっきイタリアを例に挙げたのが面白い、イタリアもあんまり潔くないですけどね、ないない辞めることに関しては、まあ、ベルスコーニは辞めたじゃん、まあ、ベルスコーニは17歳の売春婦と寝たいうことがさっと辞めた、まあそれで、ね、他にも16歳がおったからだよ、だからすごくその僕今回はドイツ人らしい選択だなと思うんですよ、いや潔いね、メルケルは。でちょっとね、潔い反面、ほとんどのドイツの友達はメルケルさん辞めることに大賛成なんですよ。なるほど。で、まあ一つは、ドイツの高校では8年以上政権を握ると独裁者になり得るっていうことを習うんですよ。で、アメリカの大統領が大体8年でこうやって終わるじゃないですか。だからヒトラーの経験上、やっぱり長い政権っていうのは良くないっていうふうに言ってる割には、コール政権も長かったし、長い政権が好きなのはドイツ人、うん、あるわな、うん、でメルケルさんしかいないってそれずっと思ってたんだけど、うんうん、でも実際に本当にこれから誰を総理大臣にしたらいいかっていうのはドイツ人は真剣に今困ってるみたいなんですよね、うん、でも2021年までは彼女が総理大臣なわけだから、これからもうドイツのドイツ人のいいところはバーで政治議論をするんですよ、うん、だからエリートがね、そう、エリートって、いや労働者もするんですよ、あ、そうか、うん、だからドイツは、だから昔のね、本当ドイツ語る上で皆さんね、ドイツに対して憧れをすごく持ってるかもしれませんけど、死の交渉がそのまんま残ってる世界ですから、いいねそれは、うん、だから死の交渉がある意味では機能してる、で移民対策に関しても今日本では議論し、まあ、あれは移民対策っていうか、その労働者を受け入れる受け入れないっていう、あれもドイツ人は徹底してトルコ人をたくさん入れた結果、受け入れしたことはしたんだけど、でもそれも乗り越えてるわけですよ、やっぱり議論して、でやっぱり選挙に行くんですよ、あの人たちは。しかしね、ドイツの移民というのは戦後すぐに始まってるんじゃない、トルコから来た人たちは。
もう50年前からトルコが大量に入ってきて、労働の職人層は全部トルコの人が占めてたんじゃないか。僕たちがね勉強したのは、だから一番最初はギリシャ人が入ってきて、ギリシャトルコでしょ、ギリシャイタリアトルコって聞いたんですよね、うん、でもまあここテレビだけの話ですけど、自分の一番最初の彼女がトルコ人なんですよ、うん、トルコ移民の娘ですよね、うん、だから15歳16歳っていうことは、だから今だから当時そのお父さんお母さんを考えると49歳50歳、うん、そうだろうね、うん、だからその人たちがだから最初の移民なわけですよね。だからもう戦後すぐっちゃすぐですよね、うん、来たのは、うん、でドイツの場合はね、これぜひこれも他のテレビで絶対放送されないことは、ドイツはメルケルさんが移民政策を取った時にあることをしてるんですよ。一番最初のトルコ移民、イスラム教徒ですよね、彼たちは。彼たちに仕事を与えてるんですよ。移民の面倒を見てくださいという。同じイスラム教徒だから、あなたたちはドイツの文化も知っているし、イスラム教の文化も知っているから、対処の仕方がうまいでしょうっていう。そういうことをちゃんと考えるんですよ。でフランスも同じようなこと、フランスは昔っから移民をたくさん取り入れてるじゃないですか、うん、結構意地があるからね。だからその何て言うんだろうな、だあれは移民っていうのは植民地からの移動ですよ。まあそうだね、フランスとイギリスは植民地からの移動ですもんね。ニューカレドニアからフランス来たら移動だろ、これ移民じゃないだろ、まあ、そうそうそう、ね、セネガルからフランス来たら移動でしょ確かに確かに、ね、移動です、移民じゃないんだ、これ仕方がアルジェリアから来てもモロッコから来てもみんな移住ですよ。いやいや移住だよ、単なる日本から鹿児島へ移る、あ東京から鹿児島へ移るのと、うん、沖縄へ移るのと一緒だよ、うん、だからまあドイツってそういう意味ではね、植民地を第一次世界大戦にたくさん取られちゃったから、いわゆるいないわけですよね、うん、で確かに僕ドイツの学校行った時にさっき言ったじゃないですか、 10% の人しか高校に行けない、だからいわゆるエリートしかいないわけですよ、クラスも。そうすると唯一のアジア人だったんです僕は。まあ日本の高卒と全然ちゃうね、ほら。いや日本の高卒はレベルが全然違う、日本の高卒はドイツで言えば小学校だね。まあ中2にしときましょうかね、中1か。だからまあ、数学に関してはこれは日本の名誉のために言いますけど、うん、数学に関しては日本はダントツですから。あそうか。で僕すごくラッキーだったのは、小学校4年生まで日本の小学校に行ってたんですよ、うん、だから国語ができる。そうするとね、ドイツ人より全然早いですよ計算が。あ国語文法ないのか。ないだから数学物理だから数えることに関してはドイツ人が数え終わった時にはもうとっくのゾーンに僕晩飯食べてるみたいな、そんな先生より早いわけですよ。ああそうかそうか、あ脳がそれ国で鍛えられてるから。うん、だからその国っていうのはね、ほんと日本人そろばんもか。だからそろばんもそうですよね、僕新宿の小学校3年生まで行ってた頃そろばんをやりましたから。読み書きそろばん言うんだもんな、うん、あと楽器、日本の小学校はハーモニカとか教えるじゃないですか、うん、ドイツはね教えないんですよ、うん、学校で。だから音楽も万国共通だから、僕は自分が本業として音楽作曲家をやってこれたのはやっぱり日本の小学校の音楽教育がそのまんま、イギリスのアメリカの学校も僕行ってるんですよ、中学校で。ドイツの高校卒業しても音楽と数学だけは成績が良かった、言葉が分からなくてもね。ただドイツの高校の例えば向こうは、数え方が13年生、高4が13年生、高3が12年生で、その12年生13年生の教科書を今読んでも大学並みの歴史とか道徳の授業もあって、あと演説の授業とかあったり、文学の授業があったり、あと議論で、本当にレベルが高いですよね。まあ、そういうことでね、話が教育レベルに、
移っちゃったけども、いわゆるメルケルさんが、21年までは首相を務め、そして退任した後、緑の党から出るのか、キリスト教民主同盟の中から出るのか、社民党の中から出るのか、またはそれ以外のドイツのための選択肢とか、新しい極右政党から誰かが出てくるのか、どういうふうに予想されますか？私は、これはまず母親は言っていることは、緑の党と社民党が一緒になって、要するに、キリスト教民主連盟にも社民党寄りの人がいるんですよ、その人を要するにトップに据えて、キリスト教民主社民緑三党連立ができると、三党連立をする、その中から誰かが出てくるだろうと、その誰かは社民党の中の緑寄りの人が出てくると。そう、今僕名前これ4人ちゃんとしたものを今度ちゃんと、次回それじゃお願いします、それをこれ次回で、で、僕は一番懸念してるのはそのキリスト民主連盟から一番右翼の男性、女性がいるんですけど、なるほど、いいね、それがドイツの選択とすごく仲がいい。ああ、いいね。だから本当に危ない、右傾化された、ドイツが生まれるんじゃないかと懸念してるんだけど、実際ね、経済のことを考えると、実際に今ドイツの経済って盛り上がってるんですよね。今いいわな、でメルケルさんはやっぱり立派な経済 体制を作り上げたわな。で EU もなんだかんだ言ってぐちゃぐちゃになってはいるけど、移民問題もあるにもかかわらず緩やかだけど成長してる、だから一旦右傾化された、緑の党首、黒い党首が生まれる。わかりました。次回より詳しく具体的な名前を挙げて、写真も挙げて、ドイツの政局の行方についてお願いします。はい、本日はありがとうございます。どうもありがとうございます。